皆さんこんばんは。6月4日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私クリオネクラリー、コメンテーターはインヤンと谷氏二氏でお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。プレイステーションホームとバイオのコラボレーションサイトがオープン。スプリュームのハイエンドアバターサービスパートナー第1号が決定。ユニクロ26周年記念サイト、ユニクロラッキーラインにてアバターが大行列。リンデンプライズの受賞者が発表に。セカンドライフ道頓堀シムにてフォーラム国政選挙におけるネット戦略解禁について開催。セカンドライフイベント情報。まず最初のニュースです。5月31日、ソニー株式会社がバイオとプレイステーション3やホームとの連携を体験できる特設サイト、バイオとプレイステーションで FIFA ワールドカップが楽しくなるを公開しました。バイオとプレイステーションで FIFA ワールドカップが楽しくなるでは、通常ホームユーザーのみがアクセスできるソニーのバーチャルフットボールスタジアム、フィーバーアリーナの一部がウェブサイト上に登場します。 PC のウェブサイトと PS3 のホームの両方からコミュニケーションとワールドカップが楽しめるようになりました。また EA の PS3 用ソフト 2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会を使用し、本戦と同じ組み合わせのシミュレーションムービーも公開し、ウェブサイトとホームそれぞれのアンケートで決まるドリームマッチの開催や応援メッセージの投稿などのさまざまなキャンペーンが展開されています。その他にもフィーバーシミュレーションの試合上映中に出場チームの国のカジュアルウェアを着て応援すると、特定のジェスチャーの作動時に着ているカジュアルウェアの国の言葉で応援メッセージが飛び出すとのことです。ソニーのプレイステーションネットワークは5月31日の時点で日本国内のアカウント登録の総数が500万アカウントを達成しており、これまで日本国内でダウンロードされたコンテンツの総数は1億1000万件を突破しているということです。今回のアカウント数500万達成を記念し、6月3日から30日まで公式サイトにてプレゼントキャンペーンを実施。プレイステーションストア内ではプレイステーションホームのアイテムを来訪者全員にプレゼント。さらにマーケットプレイス各店舗で対象商品を 50% オフで提供するとのことです。次のニュースです。株式会社スプリュームが同社が提供するスマートフォン向けアバタープラットフォームの開発にて株式会社アンノーンと業務提携を行うと発表しました。先月発表されたスプリュームのハイエンドアバタープラットフォームは、従来のようなイラストを用いた簡易型のアバターではなく、ハイクオリティな画質と質感を備え、映画のように滑らかに動く 3D アバターです。 Android アプリを販売する Android マーケットやiPhone アプリを販売する APP ストアなどにおけるアプリ流通とデジタルコンテンツ課金、広告の3つのマネタイズ軸を中心にしたサービスやアプリでの活用などが想定されています。スプリュームは様々なネットサービスの事業者、開発者にハイエンドアバター API を公開し、共同で 3D アバター市場を確立していくクラウド型でプロジェクトを推進中で、そのサービスパートナー第1号として C2C 向けウェブサービスの企画開発を得意とするアンノーンと事業提携を行うこととなりました。今後両社は Android 携帯向けにハイエンドアバターを活用したライブ性の高い情報提供サービスを2010年夏に公開するということです。次のニュースです。6月2日に誕生から26年を迎えるユニクロが Twitter と連動したキャンペーンサイト、
ユニクロラッキーラインを公開しました。ユニクロラッキーラインは、Twitter アカウントを登録すると、ユーザーの代理となるアバターが、サイト上の行列に並ぶというキャンペーンサイトです。ユーザー同士のコメントが閲覧可能で、26名中1名に1000円分のオンラインクーポンをはじめとして、行列 T シャツやポロシャツなどが26にちなんだ数字でプレゼントされるという特典が用意されています。5月24日のサイト公開以来、わずか4日間で13万を超えるユーザーが長蛇の列を作るという凄まじい盛況ぶりだった一方で、Twitter のパスワードが漏れているのではという漏洩騒ぎも起こりました。5月24日の夕方ごろに、ユニクロラッキーラインに登録したユーザーの Twitter ID やつぶやきを一覧表にしたテキストファイルが、ウェブ上で公開されていることをユーザーが指摘し、ユニクロがパスワードを保存しているのではという不安がユーザー間で高まり、漏洩 NOW などといったつぶやきがリツイートされ、ネット上で漏洩騒ぎとなりました。ユニクロは、ユニクロラッキーラインに関するお知らせというプレスリリースを発表し、パスワードはツイッターと通信する場合のみ利用しており、保存や漏洩の事実はないこと、また、ユニクロラッキーライン上の行列を表示するための公開情報である、Twitter の ID、ユーザー名、アイコン画像パス、アバターの服装データ、つぶやいた日時、行列参加日時、行列番号、ツイート文言など以外は公開されていないと発表しています。このサイトに限ったことではありませんが、ツイッターと連動するサイトは日々増加しており、アカウントの管理は常に気を配った方が良いでしょう。イエンさん、このニュースいかがでしょう？はい、ですね、これはもういろいろな側面のあるニュースだというふうに思ってます。まあ一つ目はですね、このツイッターと連動した、プロモーション活動、もしくはこういうようなイベントというのは、これからもどんどん増えていくだろうというふうに思っていますし、またあのツイッター自体のですね、情報が、実はすべてっていうか、まあパスワードを除いてね、ほとんどプロファイルも含めて公開であるっていうのは皆さん承知の上でもって使っていかなければいけないっていうところも一つ、気をつけなきゃいけないところじゃないかなというふうに思っています。ツイッターの写真も含めて、ツイッター上でもって公開する名前もですね、すべて、まあ、誰でも取れるような形になっておりますので、その辺が、まあ、出たからといって、まあ、実際にですね、アカウント盗まれるとか、そういうような次元ではないというのが、まず一つ、一点目。で、それともう一つですね、やはり、日本ですと、割とこの、企業のプロモーションに対して、割とネガティブなですね、反応をするというようなことが、意外に、まあ、海外と比べた場合に多いなっていうのが、見受けられています。昔、UCC がですね、やはりキャンペーンをやって、ツイッターでそんなことするのはいかがなものかみたいな感じの炎上があったようにですね、日本はですね、割とそういう面では、で、同じような事例が海外ではあるんですが、海外ではみんな得したとか、やった、儲かったみたいな感じで思って、どん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 それに対して参加をしていく、積極的な、活動に使ったりするものですので、やっぱり国によってやっぱりこの、使われ方がね、大きく違っていくんだな、または気をつけなきゃいけない部分も違ってくるんだなっていうのは、すごく感じた次第です。まあ、今回の件もですね、システム的な観点から言えば、割と、いや、そんなパスワード取らなくてもできるようなことをやってるだけなので、そんなことは多分してないだろうなと思いますし、する必要ないところでもって、逆にリスクを取るようなことはないとは思いますので、皆さんも安心していいと思います。以上になります。ありがとうございました。次のニュースです。2010年度のリンデンプライズの受賞者が発表されました。リンデンプライズは毎年リンデンラボ社が開催しているコンテストです。仮想世界だけではなく、リアルに影響を与え、人々の働き方や学び方、コミュニケーションの方法を改善することに貢献したセカンドライフ内の革新的なプロジェクトの開発者である個人、またはチームに1万ドルを授与するというものです。判定の基準は、セカンドライフでの活動が、セカンドライフの外の世界において称賛され、具体的な影響を及ぼす成果を上げたもの。セカンドライフを用いた顕著で独自の活動で、ハイクオリティ、制作、
効果、美しさ、技術的な洗練さを表現したもの。セカンドライフ内外での活動において、相互に将来的な発展、知識、創造性、共同作業を促進し、影響を及ぼすと考えられるプロジェクトなどの点から判定されます。公正な審査を行うために、毎年審査員の変更を行うなど、選考は慎重に行われています。昨年は230の応募から選ばれたバーチャルアビリティとスタジオウィキテクチャーに贈られました。今回、10のファイナリストの中から選ばれたのは、エージェントヘリオセンスさんがコミュニティマネージャーを務められているザ・テック・バーチャル・ミュージアム・ワークショップです。リンデンラボはリンデンプライズについて、人間の能力の限界を超えたオンラインワールドに全ての人を誘うというリンデンラボのミッションと結びつけるものだ。セカンドライフの多くのプロジェクトはすでに世界中の何百何千もの人々の生活を向上、変化させてきました。その功績をユーザーの方々にぜひ認識してもらいたいとメッセージしています。次のニュースです。5月29日、セカンドライフの道頓堀支部で民主党議員によるスペシャルフォーラム、国政選挙におけるネット戦略解禁についてが開催されました。このフォーラムはセカンドライフの道頓堀支部にある民主党衆議院議員熊田敦史議員の事務所で行われたもので、土地のオーナーである熊田敦史議員のほか、同じく衆議院議員の高橋章一議員が参加しました。またゲストとして参議院選挙に立候補予定の池谷幸雄公認候補もアバターでログインして参加しました。まず3人の演説が行われ、もともとセカンドライフの住人で建築家として活動されている高橋章一議員からテーマであった国政選挙におけるネット戦略解禁についての講演が行われました。同議員によりますと、今までは公職選挙法で一切のインターネットの利用が禁止されており、選挙期間中はホームページやブログの更新も一切行えなかったが、ホームページ、ブログについては更新や街頭演説などの録画配信も可能になるなどの説明が行われました。その一方で、第三者による誹謗中傷の書き込みの規制や仮想世界などの新しいプラットフォームへの適用の問題なども語られました。次に登壇した熊田敦史議員からは、ネットを選挙に活用することはアメリカの大統領選挙でオバマ氏が活用した例を見ても有効だとした上で、それでもまだ費用がかさむ選挙資金の軽減までは至らないのではないかという見解を述べました。池谷幸雄候補は、民主党から呼びかけられて候補になったのではなく、自分から政治に参加するために申し入れて公認候補として認定してもらったことを述べ、このような話をアバターを通して様々な人に直接伝えることができる仮想世界の可能性を感じているなどと述べました。それぞれの講演の後は、参加しているセカンドライフユーザーからの質問に3人が答える質疑応答が行われ、積極的に言葉が交わされていました。当日のフォーラムの様子は VWBC のユーストリームチャンネルでも公開されていますので、興味を持たれた方は一度ご覧になってはいかがでしょうか。タニスさん、このニュースいかがでしょうか。はい、私もですね、この、道頓堀支部で行われたイベントというか、まあ、講演会ですね、行かせていただいて、でまたですね、議員さんの方とかにもこう質問させていただいたり、非常に面白かったんですけれども、ですね、ここで本当はネット解禁の話で、お、今年はすごいとか思ってたんですが、ご存知の通り、鳩山さんがですね、辞職をして、で、今日ですね、菅さんが今度、総理になるということで、その間ですね、国会が止まってしまって、夏の参院選に間に合うためには、6月4日に、このネット選挙の法案が通る予定だったんですね。ところが国会が止まっちゃったんで、この法案が、今まだ審議が通ってません。ということは、
もう参院選にですね、間に合わなくなってしまいまして、ですね、もう何たることかという感じなんですね。まあ、ネットの選挙以外にも、30ぐらいのものが、審議中のまま止まっている状態になっています。まあ本当にあと1週間ですね、鳩山さんがもうちょっと我慢していただければ、本当にその夏の選挙からできたかなと思ってます。ということで、私から以上です。はい、ありがとうございました。次はセカンドライフのイベント情報です。最近はSIMの撤退のニュースをお伝えすることが多かったのですが、本日はセカンドライフのSIMの記念イベントをご紹介します。双子の管理人が運営するツインズランドがオープン1周年を迎え、記念イベントが6月中に開催されます。イベントは毎週日曜日22時から行われ、6日はビンゴ大会、13日と20日には平安京の日舞公演、最終日の27日にはエルフィンのライブが開催されます。6月10日にオープン1周年を迎えるブルーバードSIMでは、1周年を記念して感謝を込めたトレジャーハントイベントとピアノコンサートが開催されます。トレジャーハントの期間は1日から10日までで、ピンクの蝶ネクタイをした青い小鳥が隠れており、探し出すと素敵な品物がプレゼントされるということです。ピアノコンサートは9日の23時から、アミナ・イーオンさんの演奏で行われ、みんなで演奏を楽しみつつ、日付が変わる頃カウントダウンと乾杯を行い、1周年のお祝いをする予定ということです。次は私クリオネのピックアップコーナーです。今日はバーチャルアビシニアをご紹介します。アビシニアというのは現エチオピアの旧称にあたります。月の神を祀った神殿の前に立っているのがクリエイターのアバブルク・アーバイさんです。考古学を学ばれ、5年間エチオピアに在住されていたアバさんには、ふるさとであるアメリカに帰国して以来、ずっと心に描いていた夢がありました。それは古代エチオピアの時代、世界を 2D ではなく 3D の世界で構築することでした。その夢を叶えてくれたのがセカンドライフだったのです。ここで再現されているのは、歴史的、考古学的見地からも重要な地域である北エチオピアとエリトリア高原です。少なくとも3000年以上にわたり、この地域は歴史的に非常に重要視されるべき地域であったにもかかわらず、ごく最近になってやっと一般にもその情報が知られるようになったそうです。それまでは現地の住民やそこを訪れた考古学者や歴史学者のみしかその地域の重要性を知り得ず、アバさんもその一人でした。こちらは紀元前6世紀頃の北ティグレ地方に建てられた寺院です。当時の村や自然環境も再現されており、ナイル川の水源となる湖から落ちる滝や、古代の首都であったアクスムの町、スクリプトで動き回る家畜や畑に囲まれた家には当時の住民の生活感があふれています。それぞれの建物の近くには実際の遺跡の写真や解説が展示されていますので、3D 博物館のような作りになっています。SL 内の限られた区画でこのような再現をする際、戦わなくてはいけないのがプリムカウントですよね。現在は4分の1のSIMのサイズで展開されていますが、そこでは収まらなくなり、6月の終わりまでに新たにアビッシニアという名前のSIMに引っ越しをされるそうです。アビッシニアには歴史的に重要な3つの時代があったそうです。最も現代に近いのがアクスム帝国時代。当時の航海の貿易を支配し、ローマ帝国や地中海文明においてもその貿易の重要な拠点となっていたそうです。アクスム以前には複数の王朝が存在していた時代があり、またそこから遡る最も古い時代には様々な農耕文化が存在していたそうです。新たなバーチャルアビシニアでは、この歴史的に重要な3つの時代をより詳細に再現し、紅海の沿岸地域やナイル川の水源の地域、当時の街並みや生活の様子も正確に描かれるということです。今から完成が楽しみですね。Here is a message from ABBA. Virtual Abyssinia is an
answer to my long-standing dream. Please come and breathe the air of ancient sites and long-dead cities. 以上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。